皆さんこんにちは。 Google クラウドののぞです。ノーコールアプリ開発サービスの完全ノーコールによる業務部門の働き方変革ブースのご紹介をしていただきます。レオさん、よろしくお願いします。 Google クラウドのレオです。このブースではノーコードアプリ開発プラットフォームアップシートのご紹介をさせていただきます。このサービスは、専門知識を持たない、非 IT 部門、業務部門の方ですね、誰でもアプリを開発できるツールになっております。具体的には、3つのステップを踏むだけで誰でもアプリ開発ができまして、でまずですね、接続、表計算ソフトですとか、いつもお使いいただいているクラウドデータベース、こちらに接続していただくというのが最初のステップになります。でその後ですね、コードなどを一切書かずに、ノーコードでカスタマイズをする。そして最後、そのできたアプリケーションをですね、使いたいユーザーさんに展開する。この3つのステップをですね、やることで誰でもアプリが開発できるツールになっております。で多くのお客様はですね、このアプリ化を通じて、スマートフォンを活用したですね、業務プロセスの効率化ですとか、あとは業務の自動化というところを通じて、業務時間を短縮してですね、もっと効率よく働けるような、そんなことを実現されております。アップシートを通じて誰でも業務の自動化であったり効率化ができるんですね。ちなみに生成 AI との連携についてはどんな感じでしょうか。はい、NEXT サンフランシスコでですね、生成 AI との統合が発表されました。で具体的な、統合内容といたしましては、Google チャット、チャットを通じて会話形式でアプリを作成できるようになりました。このようにですね、この例ではインシデントレポートを取得するアプリを作りたいですよというのをですね、チャットで今指示しているような形になります。でこのようにですね、チャットで作りたいアプリを伝えていきますと、アップシート側からですね、こういうデータはいかがですかという形で自動的にこう提案をしてくれる、そんな機能が入っております。でそれに加えてですね、肝になるですね、業務の自動化というところもですね、提案してくれるようになっておりまして、このアットノーティケーションズというところをですね、選択していきますと、メールの自動通知設定ですね、こちらを、この会話形式の中で構築することができます。でこのようにですね、会話形式でどんどん相互で AI と対応しながらこうアプリが作成できるような形になっておりまして、今までもですね、ノーコードですので非常に業務部門の方のアプリ作成の敷居というのは低かったんですけども、より簡単にですね、業務部門の方がアプリを作っていただけるような、そんな機能が入ってきております。Google クラウドのアップシートを活用して、多くのお客様がですね、業務効率化ですとか市民開発の推進というのを、実現していただければというふうに考えております。なるほど、ありがとうございます。なんかアップシートと生成 AI の統合によって、よりこう直感的なアプリ開発っていうのができそうだなということが分かりました。レオさん、今日はご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。